3着滑り込んで決勝進出。さあ赤番標識に向かいます。7番手から久米が児玉の横でワンクッション置いてきました。久米がまずレースを走って、野口がすっと吉川の外、やはり準決勝同様児玉の後ろ、野口はここピンポイントで勝負をかけたか。吉川 VS 野口の児玉の後ろ、6番手取り合います。残り1周半、打勝を迎えた。児玉は5番手どっしり構える。5番の小林以降、2番手から3番の尾崎が小林横並んでいる。ペースはスローダウン、我慢比べか。7番の久米が児玉の位置を確認している。まだ様子を見ている。5番の小林以降は久米の後ろを狙ってきている感じか。いや小林以降は逃がされる。小林以降は逃がされる形だ。児玉は5番手だ。ここは初日のティアラカップ同様、児玉5番手、2番手7番久米、2写真車間を空けているか、余裕あるか。そして5番手から児玉がいった、児玉がいった。4番手3番手尾崎の上、さあ7番の久米の番手の上、その上いったいった。地元の主役児玉抜き出した。2番の吉川が迫る。4コーナーバッター、児玉先頭、児玉先頭、地元のエース完全 V。 1番2番3463着どうか。地元のエース児玉葵、見事に決めました。決定お待ちください。5番手から豪快なまくり。2月3月苦しい時期を乗り越えて、1回でしっかりとここに照準を合わせ、最後フィナーレ大輪の花を咲かせました。3着どうか、尾崎柳原3着どうか。まず児玉葵から吉川美穂、3着どちらでしょうか。3番の尾崎か4番柳原か、市二さんの入着順です。昨年のファールカップ以来、児玉葵は G1 通算2回目の優勝となる模様です。開会式の関東宣言に始まり、フィナーレまでまさに児玉葵の青番周回2センターから4コーナーに向かいます。初手から4番手が並走となりました。柳原と止めで並んでいます。前は6番車の山原変わらず、そして2番手に4番の吉村がいます。いよいよ打勝の周回に入りました。3番手には5番の尾崎がいて、この後ろ1番の止めと3番の柳原が終始並走しています。人気は止め、そして奥井で分け合って、あとは5番の尾崎も上位人気に支持されています。この決勝戦です。金が入りました。スローペース、4番手並走、2番の奥井の後ろには初手から石井がマークに入って、さあ奥井がここは6番手、ここから仕掛けてまいりました。2番車の奥井、さあ奥井が最終ホーム、一気にかましてくる決勝戦。ただ前では6番車の山原もペース上げてくる、もがき合い。外を通ってここで2番の奥井、奥井が先頭に変わりました。さあ2番手3車並走なんですが、抜け出したのは7番車の石井です。あとは縦に踏んでいって5番車の尾崎、尾崎まくり上げていって、現在3番手付近まで上がってまいりました。逃げ粘っていくのが2番車の奥井、そして追走7番車の石井、3番手縦に踏んでいったのは5番の尾崎で、4コーナーから直線コース、2番手からは7番の石井、石井最後は抜け出したか、内は2番の奥井踏み。その真後ろには4番の止め、今年は上位に対抗する力をここまでつけてきました。そして2番の組歌が最後尾、地元静岡ガールズグランプリ出場を目指して最後追い込むゴールとなるのか。さあ周回を重ねまして、1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。3番手で5番の梅川が、そして5番手で1番の佐藤がそれぞれ車間を取りました。2コーナーからバックへと向かっていきます。前で受けた3番の太田、そして3番手以降5番の梅川が大きく車間を切る中、2番の久米歌が位置を上げていきまして、現在は5番手1番の佐藤にかぶせています。さあ1番の佐藤みんな引きません。4コーナーを回りまして、3番の太田龍がそのまま前受け先行です。さあ2番の久米が追い上げていく。このタイミング5番の梅川ホームから発進いたしました。そして1番の佐藤、現在は1センター前から数えて3番目、2コーナー外を踏みます。逃げれば3番の太田、そして5番車の梅川は行ききれないか。さらに外1番の佐藤美奈がまくっていく。4番の止めがそこを追う。2センターから4コーナー粘る3番の太田ですが、蹴りをつけるか。1番の佐藤美奈、1番の佐藤だ。グランプリ連覇にかけての大きな布石を打ちました。
3連勝のゴール。その動きを牽制する自力型3番の清水博人がまず前に出ていく。打者の周回入っていきます。外を叩いてきたのは6番の北井勇気、神奈川勢が前段の打ち、そして3番清水が中段4番手、1番の新山後方8番手で間もなく打者を迎えていきます。打者を迎えて後方を牽制しながら6番北井勇気が先行体制、レースは若干スローペース、後方から1番新山恭平、4番浅井を連れて中段まで一気に巻き返した。若干4番浅井がちぎれている。1番新山が最終的に証言を奪った。そして6番北井がすっぽりと番手、3番手が9番の郡司恭平が続いてバックストレッチへ入っていく。逃げる1番新山恭平、番手にはまっている6番北井、3番手が9番の郡司恭平、さらに後方には5番の増谷がついて第3コーナーのカーブ、番手まくりを放ってくるのは6番の北井勇気、第2センターから4コーナーバックに蹴った6番の北井勇気が先頭、さらに外を3番9番追い込んで最後は9番。前で構えた4番の吉田拓也は、さあ古性が一旦先に前を抑えていく、さらに上から小林大成が行って、やはり小林大成はこの決勝かけそうな感じ。諸橋が続いて、さあ古性が3番手の位置、その内側切り込むような格好で清水、あとは外からは山口、4番の吉田拓也が6番手で構えました。8番小林大成を逃がしてこのままか、いや、やはり来る。4番の吉田拓也が一気に巻き返しに打って出ました。小林大成がさあ先行勝負でありますが一気にねじ伏せた。2番平原が続いて、それから7番の武藤、あとは9番の岩本が4番手、故障はどうか。山口健也がまくりを放ってまいりますが、まだ前は遠い。先頭はさあ4番の吉田の番手の位置から2番の平原が抜け出す。2番の平原幸太です。3年ぶり9度目の G1 制覇。体型縦一列青番周回、3コーナーから4コーナーです。神奈川勢3番の郡司自ら前を取りました。後ろを振り返った3番の郡司、中段に2番の新山がいて、そして5番の脇本は7番手。さあ残り800、誘導を下ろして後ろから5番の脇本が行った。脇本上がっていくんですが、前では3番車の郡司、やはりここは神奈川勢先行策、迷いがありません。3番の郡司が決勝戦風を切る。そして5番車の脇本も上がっていくんですが、現在は中段の外で、その内には2番車の新山がいます。さあここで5番車の脇本外に浮いて苦しくなりました。風を切る3番車の郡司、襲いかかる2番車の新山、さあそして2番手牽制を見せつつ、ここで9番車の期待が縦に踏んでまいりまして、番手まくり続いていくのが8番車の和田まくる、あとは3番手4番の小林、7番車の故障が現在は4番手、そこからサイド踏めるかどうか。4コーナーを回ってくる。先頭は9番車の期待先頭で踏ん張ったか。12レース決勝、連覇を狙います。周回は第3周回、2センターから第4コーナー、前池大成7番車窓町かより、前を任せて2番古性優作の同期の2人、さあここで9番ここは新山恭平動く。さあ赤
赤番通過、打掌周回7番の窓越楓の位置取りはどうか、抑える9番新山恭平、7番の窓越楓は下がった、東北勢4社を出させるのか、近畿勢5番手に引いたジャンが鳴った、さあ勝負に出るのか、8番松井浩平まだ動かず7番手だ、1番後ろは5番の増木匠、第4コーナーまで9番新山恭平、さあペースを掴んでいく、残り1周を今切って、1コーナー東北勢のペースでいく、9番3番4番6番7番の窓バーチカエル、2コーナーで仕掛けるか、窓バーチカエルのアタック、追走2番の古性優作、地元勢はまだ後ろだ、さあ3コーナーからセンター7番の窓バーチカエルが2番手に上がる、これをブロックする3番佐藤慎太郎止める、先頭9番新山恭平粘る、直線伸びきったら2番車古性優作。さあ誘導員との距離を取り始めた9番寺崎浩平です。後ろ攻め3番新山が動きに来る、ここに対応して9番寺崎、踏み合いになりそうですが、さあ9番寺崎、3番新山を出しませんが、7番渡辺が一瞬故障の位置を探っていく、しかし3番新山2番手外でとどまりました、狙われた脇本裕太、残り1周半だ、さあ3番新山は3番で外で少しいっぱい気味、7番渡辺幸則は1番故障とまだ絡み続けていますが、故障がしのぐ、さあそこを2番郡司剛平ホームからの発進で4番小原が少し遅れた、寺崎の逃げ、番手はしのいだ、5番脇本内に差し込んでしまっている、2コーナー2番郡司のまくり、乗ったのは1番故障優作、あとは外から8番佐々木幸のまくり、故障が止める、故障が止めながら前に踏みますが乗り越える、8番の佐々木幸、そして外から6番川端智之も来た、間から4番の小原大輝追い込んでくる、さあ広がったが1番故障優作だ、故障優作ゴール、2着4番小原大輝。さあ7番の犬伏が突っ張るかどうか、ここは見定めていきたい野菜が、東勢のインコースをスーッと上がっていきまして、ここは新井の後ろをキープしました。さあさらに4番の寺崎が赤満周回ホームで7番の犬伏を叩きます。これで東日本勢は後方の7、8番手です。前に出られた7番の犬伏は4番手で車間を切っています。2コーナーからバック、さあ巻き返す7番の犬伏優也、4番の寺崎がこれにぐっと合わせて踏み込んで主導権は渡さない、9番の浅井は7番手、東の両者は後方8番手、4コーナーは待って競争はいよいよ最終周回、7番の犬伏はホームからまくっていく、さあ2番の脇本、6番の村上で抵抗する、脇本は早くも合わせまくり、7番の犬伏番手にはまった、1番の松浦を阻むか、6番インコースは村上で最終バックから3コーナー、先頭を走っているのは2番の牧本なんですが、その後ろは7番の犬伏余って、4コーナー余ってバッチリです、2番の脇本、2番の脇本優太、2番7番1番、第12レース決勝戦。